これは人生。一度中に入ったら試合終了まで準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控え室はホールに。それでは。Huh? Oh no! It's Satan in human form! お久しぶり、ザイスで会って以来ですから。本当にそうだね。また生きて会えるなんて夢にも思ってなかったよ。エステルちゃんたち、攻防戦に乗って危ないとこ。危ないところ?ほほー、興味。ああ、ドルシー、その子。そういえばそこの人たち。一度ボースの街でお目にまた会えて嬉しいよ。ユニー、俺の方とは温泉の近くで一度すれ。ああ、思い出しました。ワイン飲み逃げ事件の犯人さんと東方風の格好したクマさんです。 Stop calling him a bear。 エステルちゃんたち、この人たちと武術大会で一緒に戦う。うん、そうよ。こちらのジンさんにお願いして本戦から参加しているんです。そういえばドロシーさん。うん、昨日までは別の取材をしてたんだけどね。今朝ナイアル先輩に会ってエステルちゃんたちが武術大会に出てることを教えてもらって。でも先輩が言ってた通りかなり強そうなチームみたいね。これはいい写真が撮れそうかも。期待してるわ。あれ、そういえば、うん、なんだか大事な。昨日は徹夜で資料と格闘してたみたいだし、今日は昔の知り合いと会って。そっか。あ、そうそう、先輩か。今日の夕方くらいに編集部なんか大切な話があるみたいよ。うん、わかった。試合が終わったら伺います。大切な話、なんだかお安くないね。あ、serious conversation、 my old nemesis。 気になるな。ゴロゴロ、うにゃーん。はっ、ちょっとダメだってば。ひどいわエステル君、昨日はあんなに激しく。必要がなくなったらゴミのように捨てるのね。だから。はあ、エステルちゃん、いつの間にそんな大人に。あんたも信じるなっちゅうの。あ、それじゃあ私、さつエステルちゃんたちのこと。なんというか。オリビエとドロシーが揃うと。ドロシーさんはカメラマン。最近のリベール通信の写真は。ほう、だったらそのカメラの前でブズ。うん、確か誰と当たるかはわからないけど。Alright, let's get into the blue corner. もうすぐ試合が始まるの。確かに妙だな。事情があって遅れて。ほら、キリキリ歩かん。たくうるせえな。はあ、どうしてこんなことになったんだろう。兄、気合を入れなよ。あいつらと当たった時にそんな。あ、てめえらは。あなたたちのチームでしたか。Buenos noches。どうり。今日の。運が良かったね。あんたたちと当たったら今度こそそこの能天気女に思い知らせてやろうと思ったのに。あ、あんですって。こら、無駄口を叩くんじゃない。I'm sorry, but you got totally owned, She-Man? I mean, you guys are totally gonna lose in this match. Like, I would bet money. But still. あんたたちも面倒を起こしてもらっては。別に面倒を起こすつもりはないけど。分かってると思うが、競技場には一個ち逃げられると思うんじゃないぞ。分かってますって。そんなバカな真似はしませんよ。ふんだ、目障りだからとっとと。このガキの挑発に乗る。いいな。ねえ、どうしてあんたたち。デュナン公爵あたりに。確かに俺たちを出場させようとか言い出したの。試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるん。信じられん。法治国家とも思えないような。 I'm gonna go ahead and assume that it isn't the Duke's thing then. まあせっかくの申し出だ。刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってな。もっとも。え、うっさいな。僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ。僕たちと戦うた。特務兵たちと戦うためですか。なんで。
その通りだぜ。あいつら味方のふりして俺たちのこと情報部とやらの勢力を拡大するための出汁として使い捨てや。まあ騙された俺たちも間抜け。それでもえげつな。そう考えてみると、だから哀れみの目で僕たちを見、僕たちに借りがあるくせに。え、あんたたちに。このお前さんたちが要塞にいたことを連中に知られると、まず、あ、連中への恨みがあったから、てめえ。確かに、なんだか面白そう。どういう事情なのか。なんでもないってば。 We will not expose our crimes。 おっと、お取り込み中のようだが。皆様、これより雑草ですが、南、青の組、北、赤の組。Yeah, I assume so. しかも、カルナさんたちが強敵だね。僕たちが、ジンさん。そう慎重にな。お前さんたちの実力は、あとは勝とうという。うん、頑張ります。いざ行かん。Hey, how's it going? ボスの事件のことは今もよく思い出せ。 You know, I don't really remember anything that happened when I did the things that were bad. 無理に思い出そうとすると、あいつら俺に、まあ、いずれにしてもあの汚い。 Whatever, I'm just mad. 俺としちゃ、今更お前さんたち。 Don't worry, I'm not dumb. もともとお前さんたちとやり合う羽目になったのも、仲良くしましょうとは言わんが、ここで喧嘩。なんだよ。うろうろしてないでさっさと行ってきたらどうなのさ。僕は情報部だけじゃなく、あんたたちにもしっかり思い知らせ。You die in one turn every time I attempt to fight you. But it's okay. 来たね、エステル、ヨシュア。新人くんたち、ヤッホー。どうも、先輩たち。胸を貸していただきます。不動の陣。あんたとは一度やり合ってみた。どれほどの腕か、この剣で確かめさせてもらうぜ。ふん、いいだろう。できれば決勝戦で戦いたかったもん。ここで当たったのも、片やベテランの遊撃士集団、片や注目の新人コンビと武術。どちらが勝つかはエイドスのみぞ。しこれより武術大会、両チーム双方勝負は。Match 5. The time has come. Shield these dumbasses. Ah, shit. You just got moved out of range. Really not a fan of that. Whoa!Did that just cancel my move? That's fucking bullshit. Why is the game cheating? You notice that? Look at all that cheating that's happening. You'll wait for my lawyers later. For now, that's not the Earth one I'm thinking of. Stone Impact is what I'm thinking of. What sucks is I don't know which characters are gonna be the ones that are gonna start reviving and, you know, cheating in that way.Regardless, I want to keep the heals up, if possible. There, get everyone in range, please. There, max guard. Heal up. Arrow storm! Fuck you and your Grant special. Now seems like a good time for this move. Oh god, they have so much health. I'm thinking of the big stone move. And then when it hits, I'll probably go in for a S-craft.Evil Eye. Yeah, probably like a physical attack. Ah, she's getting low, at least.
you canceled my move again. Alright, so it seems like he's the... That's just his specific move he can do. So that's not great, but we'll try and do our best to deal with it. Alright, he hit the wrong person. That's great news. Alright, the... What's-her-name's down. What are we looking at? 2100, 2000, 2300. You're next, then. How about you? Go for it. Go for it. Yeah! That's two down. Let's heal up a bunch of people. And for you... Probably Cloak and Dagger. What? How dare you just miss? Getting real tired of your spin, I'm gonna be honest. Sniper shot. Ah, that hit. Well, that's a lot of DPS. Keep it going. Alright, the missing's really making me sad, though. Not a fan of that. So it looks like either I killed the people who are able to have to revive them, or this team just can't revive. And since they don't have that buff stuff that the other team was doing, they're just a worse team. This is much more doable than the other one. The other one was I was getting debuffed, they were getting buffed and reviving and killing me in one hit. That's not happening here. And, yeah, you pop this. That's a wrap.勝負あり。青の組。これ誰？工藤の陣。お前さんたちも、セーステル達がいなかったら。うん。<笑>陣の旦那もそうだが、さすがはシェラ先輩の教え子だな。それに、そこのお兄さんがそこまでやるとは思わなく。お嬢さんの方も、良ければ試合の後に、お互いの…いい加減にしとき。 Thank you. ありがとう。どうしたの？あ、ひょっとして、ね、あんたみたいな甘ちゃんを僕が褒めるわけないだろ。僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると、こっか、口、まあまあ、エステル、どうもありがとう。いろいろあったのに、僕たちを。 I love whenever this dude opens his big old mouth. Whoa! He said assholes. Come on, man! Language! Today's just been crazy with language. I'd ask that you guys not be so disrespectful. あの公爵には感謝しな。エレボニアの没落貴族、カプア男爵家の遺児たち、悪徳商人に領地を横取りされ、
おいえ、なんとも涙ぐましい話だと思ってな。てめえ、どうして知ってるんだよ。我々が所属しているのは情報部だということを忘れ、我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだ。どうやらお前たちは悪党に向いていないようだからな。なんだ、ずいぶんと、まあさ、てめえなんざ動力砲の餌食にしてやろう。これより武術大会本戦第6試合を行う。 I like how this dude's strategy to fuck them up is to just yell their, just say their backstory at them, and they're like, fucking, I'm gonna beat you up. 勝負は。 Let's watch them lose.Holy crap! Whenever Lawrence gets a turn, it's just fucked. He's trying really hard, though. Well, there we have our ultimate opponent.中まではいい点。あの赤い隊長殿が動き始めたら、そうか、あれで本気とも思えんし。え、多分最後の技を放った後もまだ余力を残していると思う。どなむさめはいらねえ。俺たちの、クソ、俺のさ、キール兄は悪くない。僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ。まあ仕方ないでしょ。あんたたちの仇は明日の。何？おいおい、そんな安請け合いできる相手じゃないと思う。ま、意気込みがないと根拠のないところがやっと終わってく。ほら、グズグズするな。おいおい、戦ったばかりなんだから少しくらい犯罪、ほら、さすチェ。ああ、つって。おい、あんたたち、え、僕たちはもう、あんたたち、あんなふざけた連中に負けたりしたら許せ。 Man, people are being very vulgar today. 当たり前でしょ。ま、絶対に気は済んだか。ほら、whoa!今日もなんと、明日はいよいよ激しい戦いに備えて、そういうわけでそう来なくては。なんか違う気がする。僕たちは用事があるので。 I like that. This is adult logic. You know, drinking and having a nice time to relax. Such awful adult things to do. Good night.まあ、さてと、ナイアルが待ってるはずだし、あた、そうだね、情報部のメンバーについて何か。Alright, let's said he was gonna be near the Liberal News Service. Where is that? It's in the West Block, okay.Is what? No, that's north. I have to go a couple down because we're on east. Is it the same thing? Yeah. Yeah, it's weird. There we go. What is that? Just a random house. Then there's the Gransel Cathedral. I'm guessing they mean the big green one.Wait, no, it's just a coffee house. And what would be the, Oi! お邪魔します。ああ、やっと来たか。ドロシーのやつ、珍しくちゃんと伝言できたみたいだな。そういえばお前ら、ドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってき、それで、ナイアル。おっと、それ。これって王国軍の？ああ、
機密度は高くないが、無理を言って軍の知り合いに借りたんだから。了解しました。それじゃあ。Colonel Richard。 アラン・リシャール大佐、七曜歴1168年、士官学校を首席で卒業した後、カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される。1192年の100日戦役において、カシウス大佐が退役した後、軍作戦本部のスタッフに抜擢され、1201年、情報部の設立を提案。アリシア女王陛下の承認を得て、情報部の初代司令に就任する。なんというか、主席だって。主席、確かに切れ者って感じだからね。シード少佐から聞いた通り、10年前の戦争で父さんの部下だったのは間違いなさそうだ。父さんって本当に大佐だったんだ。そんなに偉かったのに、なんで辞めちゃったのかしら。カローネ・アバルティア大尉、七曜歴1175年、リベール士官学校を優秀な成績で卒業後、軍作戦本部のスタッフに抜擢される。1201年、情報部の設立と同時に、リシャール以後、リシャール大佐の副官として作戦指揮の補佐をする立場にある。優秀な成績で卒業って。任官されてからリシャール大佐の下で、ずっ忠誠心は固いみたいだな。ドランス・ベルガー少尉、年齢国籍不明、傭兵部隊ジェスター傭兵団に所属していたところ、リシャール大佐の招きに応じて、それ以前の経歴は。あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだ。しかも元傭兵で、経歴不明ってどういうことよ。わからない。イエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけど。戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしら。ジェスター傭兵だ。ありがとう、ナイアル。なんとなく敵の姿が見えてきたわ。お役に立てて何や。こちらも資料を調べてるうちに面白いこと。例えば、指名手配されている親衛隊のユリア中尉、士官学校でカノーネ隊員と。どへえ。その割にはあの二人、何でもお互い首席を争う軍のカノーネ、部のユリアと好対照な二人だった。なるほど。ユリアさん凛としてて。それから、これは軍とは関係ないんだが、お前らクローディア姫という名前を聞いたことあるか。クローディア姫、確か海難事故で亡くなった王太子女王陛下のお孫さんにあたる。ああ、あまり有名じゃないが、直系中の直系とも言える女性だ。いつもはグランセル城の女王宮で暮らしてるらしいが、その姫殿下の見合い相手を。見合い相手、お金持ちの家はなんだかちょっと。エステル、この場合。まあ名目上はだが、実際他国に人を派遣して有力候補。でもおかしくない？なんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけ？ Not gonna lie, I was actually looking away as I hit the button. So was that a prompt? Oops. I didn't know that I was looking away, sorry. Making sure this is recording. Forgive me. I heard the sound effect and freaked out. そういう。ああ、まったく。これだけ調べてやったんだ。確かに。仕方ないわね。そう、まあ、お前らに頼らな。おっと。もしもし、こちらリポン、お前か。何？わかった。何何？ちょっとした野暮用でな。大変ですね。もう、もともと俺は夜型でね。それはあのマイペース娘の新人研修をしてるうちって。そんなことはどうでもいいか。俺はこれから出かけるが。うん、分かった。お仕事頑張って。お前らも明日の試さてと。そうだね。とりナイアルさんが調べてくれたことを。うん、りょ。 Alright, let's go report to the guild, give them the new infoAnd then go sleepy, snore, snore, bye bye.
I can find a way out of this fucking place. West Block's weird. It requires me to turn more often than not, and that's bad. How dare they? Sewer Monster West. I had a feeling that was gonna technically count as something. Huh. I guess because we encountered the monster, they automatically have to put it on the board. Esther-san, Yoshio-san, Kurutsu-san tachi wa zannen deshita ga... Hakunetsu no shoubu da. Demo, senpai tachi to kuraberu to, atashi tachi tte mada mada kamo. Tashika ni sou da ne. Jin-san wa mochiron. Olivia kore kara mo shoujin ga hitsuyou mitai da. I mean, in the end, I don't think that's a big deal. It's like, we weren't better than the other team. It was only because we had the other two. Well, it's like, don't worry. It wasn't a 4-on-2. その心構えがあれば、ところで、今日は、はい。なるほど。ロランス少尉というのは… Though, to be fair, I feel like that dialogue's put in place for the people that are really obsessed about power levels. And they're like, what's the power level of these characters? We need to contextualize it that way. ジェスター両兵団、聞いたことのない名前ですが、ギルドと両兵団には、いや、どちらかというと、我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、紛争の絶えない辺境などでは民間人の安全あんま好きになれないかも。でもそれなら情報なんて手に入りっこないんじゃない？そこはそれ。蛇の道は蛇と言いまして、情報を集めるのに2、3日はかかるでしょうから、それでもかも。あ、うん。大会だけの話じゃないしね。よろしくお願いします。あとは、クローディア姫の、実は少々。って言うと、どうやら、女王生誕祭の当、名前はまだわかりませんが、かの国の皇族が、リベ、なるほど。先ほどのエレボニアの皇族か、っていうか、帝国人の知り合いって、ちなみに、クローディア姫は、確かに、結婚を急がせるのは、え、そうなの？私たちと同い年じゃない。It's Clo, isn't it, right? 上流階級で言えば。I'm assuming the young girl with bird was related to some sort of important royalty or something like that. でも、昔ならいい。I don't know, there's some of the way the dialogue was going, I knew there was something going on at the end of her chapter, and then the start of this one made it seem a bit more relevant. そうまでして急がせる理由が調べてみる価値はあると思いますよ。うん。無事にお城に招待されたら、そのためには、Who knows? I might be on the wrong track, though. 何とかして、うん。これをお渡しし、オート支部で管理している。You know, you need to gain like a level or two. I'm gonna be honest. ナガリーナの横にある。ただ、そこから入れる区間。あいつらと戦う。エルナさん、何？ただし。あなたたち二人だけ了解朝ジンさんたちと合流したらはい早くホテルに帰ったほおい What's up 我々は準テロリスト対策の一環としてそれに伴って夜間の君たちも夜間の外出を控えろってこれも上の決定なのでね申し訳ないがしたところで僕たちは北武術大会の期間中武術大待てよ君あっこの子たち言われてみればあ兵士さん警備のついでにね特に今日の試合は明日は決勝戦なんだろホテルまで送っていくからえわかりましたえっと送ってくれてありがとうどうもお世話様でしたなーに自分たちは君たちのファンだから同じ王国軍なのにこういうことを言うのもなんだあの特務部隊の連中はそうそうトトこんなことを言ったらリシャール大佐まそんなわけで君と明日の試合頑張っ精一杯頑張りますあの人たち本当に情報部の人間ならともかく上官から伝えられた情報をうん私たちの応援もしてくれてるしどちらにせよ一般兵とはことを構えない方が賢明だろうね
今夜はもう外出しないで部屋。Oh yeah, we should probably just go and rest up. Unless we could just talk here and do it. Nah, it doesn't look like that's what they want. Alright. Are? 今、何? 部屋に入ると同時に、臨戦態勢のまま状況確認を。え?多分、侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性。ちょっと。頼むから僕の言う通りにして。なんだったらここで待っていてくれても構わ覚悟はできてるから了解あ、huh. 逃げられたみたいだね A note! There's a note! Oh damn it, I can't show you my cursor. There's a note over there! トラップもそんなことどうやらそれって今夜10時だくれぐれもたってそれ大聖堂って西が今夜10時っていう怪しさだねよしゃダメだどごめんほらさっき兵士たちが夜の西が行くまでは離れているしだからえこういう時は兵士たちをやり過ごしながら様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだだから君はここでもこら私だって遊撃士の端くれよ自分のことは自分で面倒見られもっともらしいこと言ってもエステル私を信用してないわけじゃない心配してくれているんだろうけど何か心当たりがあるってそんな素振りも見せてないそりゃ私はヨシアカンなんとなく分かっちゃうんだってばここまでえ分かったもう止めないよ指定の時間までもうすぐだしあでも何かあったら一瞬の判断ミスがうんそれじゃ All right Can I close the window? That's button It's gonna ruin the ACThis is a waste of electricity. I mean, I don't own the place, but like, come on, man. Like, close the window. You crazies.